あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。お、しずえさん、おはよう。あゆなちゃん、しずえさんがお待ちよ。そういえば酔ったね、役所から来るって。おはようございます。施設周りの担当の方ってあゆなさんのことだったんですね。それならそうと昨日言ってくださればよかったのに。昨日急に決まったやもんね。とにかくあゆなさんでしたら私も心強いです。実はニュータウン開発の担当になって正式な建設の仕事を進めるのは今回が初めてなんです。初めて同士一緒に頑張りましょうね。それで今回工事を再開できることになった区画ですが、てか初めてって知っとんや。そこは開発プランでは学校を建てる予定になっているんです。おお、学校。ただ役所が助成する事業なので最低限揃えていただきたい部屋や設備もありまして、それがこちら、あゆなさんのお手元に用意した資料になるのですが、いかがでしょう、お願いできますか。と、学校、必要な部屋は教室一部屋。ほうほう、頑張ります。よかった、それを聞いて安心しました。では早速ですけど、現場までご案内します。ほう、なんかこの椅子の上に乗っかっとる感がすごいね。あ、ここね、もうなんかいかにも外観学校やわ。ここが、ひっくり返った。ここが学校の建設現場です。どんな学校が完成するか、今から待ち遠しいです。ではまず、外観のデザインを決めちゃいましょう。あ、外観から決めれるんや、すごい。あらかじめ役所の方で用意したデザイン案がありますので、あゆなさんのイメージに合うデザインを選んでください。ふんふん。あ、3つね、オッケーオッケー。しかもちゃんと出てくれんのや上。でもなんか赤がいいな。あ、一応選んだら出てくる。赤、緑、青。あ、これはこれで可愛い気がする。緑は緑で可愛いけど赤でいくね。決定、ありがとうございます。では次に教室のレイアウトのプランニングを進めましょう。ふんふん。うわ、めっちゃ石なんやけど下。こちらが教室になります。広いですよね。教室に最低限揃えていただきたい備品は、あゆなさんのバインダーでご確認くださいね。うん。これだけ広いと、必要な備品を揃えるだけでも大変だと思いますけど。てか、なんで教室、コンクリート剥き出しとかならわかるけど、下石畳じゃない。リストの備品名をタッチすれば、該当する備品のカタログを見られますので、よろしければご利用くださいね。それと、もう一つ。ん？L を押しながら配置済みの家具をタッチすると、それと同じ家具をすぐに置くことができるんです。あ、そうなんや。うん、なるほど。まあ、施設やったらそれ、結構大事よね。机いっぱいいるやろうし。つまり、L プラスタッチで家具をコピーできちゃうんです。うんうん。あ、左利きの方は R プラスタッチでも OK ですよ。めっちゃ裏側。生徒さん用の机や椅子は数がたくさんいますから、同じものをいくつも置くときに、この便利なコピー機能をお使いください。それではよろしくお願いいたします。お、オッケーオッケー。ん？これは、今までの家とは違って、これは置かなければいけないみたいな、なんか梱包されたものとかはないんやね。机いるよね、机。机どれ？あ、教卓先生のデスク。てか、これ。よね、学校の机。あー、すごいすごい、なんかすごい。間違えた。どっちが前、教室。お、マジちょっとどっちが前かがちょっとよく分かってないんやけど、こっちが前ってことでいっかな。机ってどの辺からいる。こんなもんか、前の方って。てかマジで広いな。で、L プラスタッチ。おー、すげえ。どれぐらいの間隔で置いてったらいいかな、机。これってさ、2人1組でいいかな。んか小学校、中学校あたりの間隔でいい。なんか高校ってさ、机と机の間、空いとってさ、なんかこう、2人1組じゃなくって、
普通に一人一人やったけんさ、ね、小学生ぐらいの時の感じでいっか。教室の広さ的にこんな感じよね。まあ町じゃなくて村やしさ、こんなもんかな、人数とかも。で椅子、これか、学校の椅子ね。今ピコーンっつった。んでこれで多分机と椅子は大丈夫なはず。こんあれ、なんか後ろ間隔広いな。ちょっと待って、どれ、こんな感じか。あ、こうだね。んーででいいんかな多分。ん、狭い、こんなもんでいいよね、だって座れたし。ってことで次はさっきあった教卓、どこだ教卓、これ何、講義室の机。講義室、大学やん。どっち、待って、教卓、これを一番前にね。どの辺、この辺かな。なんかさ、小学校の時とかさ、中学校の時とかさ、教卓こんな感じの時あったよ。こんな感じでめっちゃ生徒と近いみたいな。なんか一番前の子とかこんなんめっちゃ嫌よね。ちょっと待って、これ通れる？通れるけど、なんかこういうのってさ、ぎゅうぎゅうじゃなくてもっと余裕持たした方がいいんかな。こう先生が授業中に見回り。でもこの辺どう？こんなもんでいい？でも後ろロッカーとか置きたいもんね。あるんか知らんけどさ、ロッカーとかある？これ何？先生の、あ、先生のデスク、先生のデスクね。うん、確かに中学校ぐらいまで先生のデスクなんか教室の中にあった。高校はなかったけど、高校はなんか一回一回先生職員室戻りよったし。先生のデスクどう、こんな感じ。でもなんかな、どう、てか全体的にさ、なんか左に寄ってない？寄っとるよね。これもうちょっとこっちに寄せた方がいいっていうか、あー間違えた、間違えた、回した回した。こんな感じ、全部寄せてった方がいいんかな。これで OK？ あ、これで左右同じか。で、あとこう教卓を真ん中、ここか。あ、 OKOK、 こんな感じよね。うん、 OKOK。 で、で、あとなんだ、いや先生の椅子、先生の椅子ない。これ何、箱椅子。あ、懐かしい、なんかこんな箱椅子とかあったよね。何に使うんか知らんけど、あ、なんかね、足場代わりとかに使うよって気がする、こういうの。なんか後ろの掲示物とか、まあ後ろの掲示物はさ、ロッカーの上に登ったりとかして貼り寄ったけど、座布団。あ、なんかね、小学校の時にね、中学校は行かんかった気がするけど、小学校の時なんか冬場とか座布団持って行っとったよ。あ、え、すごい、これ理科室の机とかある。あ、教室って別に普通の教室じゃなくても理科室でもいいってこと。あー、すごいすごい。あ、理科室ってあんな机やったっけ。私の時違っとったわ。なんかこれってさ、理科室っていうより家庭科室って感じ。まあ試験管置いとるけん理科室なんやろうけど。あー、すごい、え、何これ。あ、美術やお絵かきセット、すごい。こういうバケツ小学校の時使いよった、クレヨン。へえ、いいねいいね。てかなんかね、あの、何だったっけ、美術ってか図工か。あ、ロッカー、え、これすごいすごいすごい。え、ロッカーっていうかこれさ、あれじゃない、掃除用具入れって感じなんやけど。お、教室にこれがあったら掃除用具入れよね。なんか部活とかの着替え、ね、部室とかにあったら着替えるなんかもしれないけど、こんな感じでね、後ろにあったことない。でも中ハンガーついとった気がするよね今。あ、間違えた。
うん、なんか中にね、ハンガーが入っとった気がするんやけど。あ、開いちゃった。掃除用具入れとして置いといていいかな。掃除用具入れは掃除用具入れとしてあるんかな。透明な模型。あ、理科室セットめっちゃあるんやけど。じゃ、人体模型、骨格標本、天球儀、すげえ、すげえ、あ、黒板、黒板あるよ、黒板。え、てかこの辺、下駄箱やん。下駄箱？教室の中に下駄箱なんかないよね。玄関が作れるってこと？あ、これ！おお。でもね、学校のロッカー、なんかこの学校のさ、教室の後ろに置くロッカーにさ、扉とかついてなかったんやけど、私。うん、扉とかついてなかった。なんか、普通に、むき出しあったよ。中学校の時ってどうやったんやろ？中学校の時もむき出しあったな。もう一個置いて。どう？てかこれ、人数分以上あるよね。2、4、ロー、ハート、12、14、16。16ある。2、4、ロー、ハート、12。まあそんなもんか。これぐらい？で、間違えた。座っちゃったわ。ちょい待って、降りたい。んで、後ろ別に普通に通れるよね。通れる通れる。オッケーオッケー。なんか狭い気がするけど、まあいっか。お勉強セット。お勉強セットってさ、なんか教室の机の上にこんなに積み重ねとる人もおらんかったけど。黒板、教壇の右、教壇の左。え、すごい。何それ。掃除用具。学校のロッカーね。ランドセル。小学生っていうことでいっかな。あ、何これ。椅子の方向違うんやけど。あ、間違えた。こっちじゃなかったわ。こっちか。オッケーオッケー。危ない。あのままにするところやった。教壇の右左とかちゃんとあるんやね。終わった。で、あ、こういうことね。あ、オッケーオッケーオッケー。こんなこんなこんな。ね、こんな感じ。ほんとこんな感じやった。あ、間違えた。抜けちゃった。教壇消しちゃったわ。これ上がれるんやろ？え、上がれんやん。え、普通さ、こういう、この上に登って書くよね。この上に登って書くし、教壇？教壇どこ行ったよ。教壇をさ、教卓か。教卓をこう、あ、間違えた。置いて、だって教卓こうやってギリギリに置いてさ、この黒板の台の上に登って、先生授業しよったんやけど。ね、そういう細かいとこまではいけんってことか。じゃあ普通にちょっとこう間隔を空けて、こういうこと？こっち向けないけど。まあそういう感じで授業をするわけだ。あ、で、先生の椅子がいるよね。先生の椅子？先生ってさ、くるくる回るような椅子に座って、あ、これや！先生の椅子ってちゃんと書いとる。てか、これ入れんくない？入れんよね。ちょっと待ってね。ここ、開けて、で、これで、よいしょ、狭いけど。あ、これで。入るやろ？いん、座れねえ。ちょ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 。まあ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 。まあでもこういう感じやろ？で、なんかね、この辺？この辺とかにさ、時間割？時間割の黒板とかあったことない？まあ、学校によって違うと思うけど。私のとこはあった。時間割り書く用の。あ、てか時計。時計欲しいんやけど。ね。時計どこだ？壁掛け。壁掛け。あ、ていうか、床とか全部むき出しや、私、やべ。ちょっと待ってね。とりあえず時計をかけて。あ、この辺何？あ、スピーカーとかあるよ。待って、学校のスピーカー。
スピーカーはさ、このあたり、こんな感じやったっけ？スピーカーって右側？いや、まあそんな細かくなくていいけど、まあ多分この辺にあった気がする。で、時計、あれ？でも学校の時計ってさ、真ん中にはなかった気がするんよね。あれ真ん中にあったんかな？なんだろう、最近あの大学のしか見てないけんちょっと覚えてねえや。あー、なんかこういうの、あ、掲示板、後ろに掲示板置こう。コルクボード、コルクボードではなく掲示板やったな私の。世界地図、縦書きの少女、少女、少女っていうかさ、なんかあの校訓みたいなの貼ってなかった？オフィスの時計、シンプルな時計、オフィスでいいんかな。あ、こういう感じかな。なんかスピーカーと並んどったような気がせんでもない。うん、こんな感じ、こんな感じ。え、スピーカーってもしかして教室の真ん中やったかな。なんかむしろスピーカーの方が真ん中やったような気がせんでもないんだけど、どうだ。まあいいや、端っこで。うん、で、で、後ろに掲示板を置こう。なんかロッカーの扉開きかけとんやけど。こんなもん。で、この後ろに掲示板を置こう。どこだ？あ、これこれ、掲示板。掲示板っていうか、なんか、私らの頃って、なんか特に掲示もされてなかったけん、みんなのいたずら書き、いたずら書き用の小さい黒板みたいな感じになっとったけど。んで、エアコン。エアコンは高校からしかついてなかったな。ね、小学校、中学校ついてなかったわ。その代わりなんか、先生が夏場になったら、まあ、先生にもよるんやけど、何それすげえ、ケケ先生。なんか、先生によっては、教室にね、扇風機を持ってきてくれる先生とかはおった。けどなんか、ああ、お前んとこの担任いいなーみたいな。なんか、自分とこの担任全然そんな景気化してくれんし、みたいな。ラグとかいらんわな。ラグじゃなくってさ。え、ちょっと待って。あ、そう。壁。障子？ちょっと待ってね。シンプルな壁紙、ツートン。よくある壁紙。本棚、ミックスウッディ。うん、この辺違うね。青いタイル。キッチン、水玉。新しく増えたのは地下室、音楽室の壁とかあるんや。ってことは、普通に教室の壁とかない？ヨーロピアン、綺麗なガラス、フルーツ、あ、これやん、教室。うん、教室なんかな、これ。教室？教室？うん、まあこんな感じやったんかな。まあいいや。床。縁なし畳の床、違う。だまし絵、鉄板、青い床、パネルカーペット、ホワイトカーペット、地下室、展示室、石のタイル、青い、ハニカムタイル。ちょっと待って。床ってさ、なんか、四角いマス目みたいなのあった。ん？この辺は？フローリングブック。あ、教室の床。あ、こんな感じ？まあ、現実の教室って、こんな綺麗な色してなかったけど、まあ一応教室の床って書いてる以上は教室の床なんだろう。ということで、あとさ、なんか教室の後ろとかにね、あの、どこだっけ、ここかな、水槽とか、この辺はなんかある。ブックス、あ、なんかこういうの、ちょっと待って。教卓の上。教卓じゃないわ。あの、先生の机の上。先生の机の上ってさ、なんか、そういうのあったよね。待って。雑誌の束、積まれた本、ハムスター。あの、こういうブックスタンド。
なんかさ、こういう、どっち向き？あ、間違えた。机ごと動かしちゃった。これ向こう向きか。こう。こんな感じじゃなかった？ね。なんかああいうのあったよね。んで、あとは、銀の魚取る。あ、なんかこれ、どれどっち？これだ。金の魚トロフィーさ、私、飛び出せ動物の森でずっと部屋に飾っとったんやけど。あの、魚取り大会で、魚取り？魚釣り大会。虫取りと混じったわ。虫釣り大会でなんか、あ、雑巾掛け。雑巾掛けって、教室の中にあったんかな？いや、違うね。廊下にあったわ。教室の中に雑巾掛けはなかったね。へえ。あ、確かになんかこんな感じの形やったね。なんであんな形なんか知らんけど。この辺は？本、あ、なんか小学校の時さ、教室の中に本棚あったんやけど。でもこれ両面やしね、こんな豪華じゃない。普通の本棚はないんか。んで。これ何？講義室の椅子。ああ、こんな感じ、こんな感じ。ふんふんふん。箱椅子。これは右利きデスク。左利きデスク。あ、なんかさ、講義室のさ、一番後ろ？一番後ろにさ、なんか机がない、机がないっていうか、まあ本当にこういう、ちらっとさ、なんかちょこっと置いて書くぐらいの感じの椅子置いとる、確かに。けどなんかがっつりこういう椅子に、こういう席に座って、授業を受ける人と一番後ろでこう座ってああいう椅子で講義を受ける人みたいなのがおるね。でなんかさっき見かけたけど、この辺にあの水槽を置きたいんだ私。どこにあるんやろ。あ、このこれか。ザリガニ、メダカ、金魚、メダカかな。なんか中一匹しかおらんくない。お、すごい、泳ぎよんかな。よく見えないけど、何かが動きよるような気がする。てか、これどっち向きとかある？ちょっとよく見えないんだけど。こんな感じでいいんかな。ふんふん。で、なんか他に、こんなんあるわ、みたいな感じの小物はあるかな？ランドセル。なんかこうさ、ランドセルなんか女の子用しかないんやけど。あ、でも最近はあれよね。別に色とか関係ないんかな。こんなもんかな。なんか寂しくない？なんか普通さ、教室の後ろってさ、なんか生徒たちの絵が飾られとったりとかするもんじゃないに違うん。でもそういうもんないもんね。どの辺？なんかこの辺とかにある？ないよね。何これ？クレヨン、お絵かきセット。なんかそういうのが別に教室に散らばっとるっていうのもおかしいし。そんなもん。この辺は、あ、でも壁掛けじゃないけんね、これ。とりあえずなんかちょっと壁掛け、壁掛けで絵は類いまれなる名画ね。ケケ先生。なんか写真っぽくて可愛いけど。これは、あ、世界地図。少女。コルクボード。横書きの少女。世界地図とか置いとこっか。そんなものあった記憶ないけどさ。一応。なんか壁寂しいし。こんな感じ。んで。あ、なんかさ、この、教壇の上にさ、花とか飾っとったような気がする。教壇の上やったんかな？教壇の上邪魔か。先生の机の上に飾っとったんかな？で、なんか、係の人っていうか、気づいた人が、まあなんか、花の水やりとかしよったような気がする。どこだ？これか。んで、花。どの辺？花とかどこ置いとったっけ？
あ、ここここ。バラ。いや、バラはちょっと。カカオ。すげえ、なんか。なんかよくわからないものがいっぱいあるんだけど。水仙。これぐらいの感じかな。と、ガーベラ。え、これぐらい？これ、うん。うん、これでいいや。んで、なんかちょっと先生の机の上に、こう。こっち向けといた方がいい？まあ、どっち向きかよくわからんけどさ。こんなもん。ん？これでいいんじゃない？ダメ？よろしい気がす。なんかこの辺寂しいよね、ここ。どうだろう。この辺。で、別にないよね。箱椅子置いとく？箱椅子、教室の端っこの方かな。なんかこういうの、こういう感じ。てかね、なんか私らの時さ、なんか教室のなんかこの辺、この辺にね、なんかこういう感じで先生の教卓のすぐ横にさ、なんかこっち向き、こっち向きで座らされとった子がね、一人おったよ。まあなんかクラスの中でも騒がしい子やったけど。でもなんて言うんやろうね、別に本人も別にそこまで気にしてなかったけん、見せしめというわけでもないんやけど、まあなんかなんだろうね、クラスの人気者というか、お調子者って感じ。なんか、ああ俺そこの席になってしまったわーみたいな、こんな感じでいいんじゃない。横の壁とかなんかいる？いや別にいいよね。こんなもん。だと思われるんだけど大丈夫でしょう。多分。で、黒板汚な、ちゃんと消しなよって感じやんね、これ。うん、こんなもんでいいと思います。アミノさん、進み具合はいかがですか？完成しました。うん、まあついに完成したんですね。では早速拝見させていただきます。イエイ。学校。おお、すごい座っとる。たぬきちとたくみさんやけど、本間さんとケント君もおったね。こう、お、本間さんが先生役。たぬきち寝おるし、生徒になってもあんな感じか。おお、いいねいいね。みんなちゃんと座っとるよ席。こうやってみんなで先生役生徒役って決めて、一応なんかねやってみたりとかしよるね。すごいすごい。おー、いいね。なんか話しよる。んー、でもシンプルすぎた？え、でもこんなもんか。うん、こんなもんかな。すごい、なんか教科書みたいなの持っとんやけど。イエイ。ついにこのニュータウン初の公共事業プロジェクトが形になりましたね。あ、ていうか生徒とか通い出すんかな。住民の皆さんがこの学校に通う姿を見られるのが待ち遠しいです。さあ、それではひとまずたぬきハウジングさんの事務所に戻りましょう。パチ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 。あれ、今回は仕草とかもらえんの。アミナさん、今日は本当にお疲れ様でした。住民の皆さんもきっととっても喜ばれるでしょうね。そうだ、ん？明日住民の皆さんにお披露目の式典を行うのですが、学校？よろしければあゆなさんも来てくださいませんか？おう、喜んで。よかった。きっと参列者の中にはあゆなさんのお客様もいらっしゃると思うんです。自分のお家をコーディネートした人が立った学校だって知ったら、きっと驚くだろうな。まあね、幅広すぎよね。あ、いけない。ついつい自分の世界に入り込んじゃってました。
とにかくアイナさん、また明日お迎えに上がりますね。それでは失礼します。ほう、なんか礼儀正しいね、やっぱ。よし、ってことで今回はこの辺で終わっとこうか。仕草も増えなかったし。はい、ということで、ちょっとなんか微妙に、これで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。今回は結構ね、懐かしいことがいっぱいあったな。